い、どうもケンジです。さあ、前回に引き続き集中線ですね、作っていきたいと思います。で、はい、前回は集中線この銀譜の方で、をね作っていきました。これをね今度は映像データにして、エフェクト風にちょっと仕上げていくというところです。今回私は、Mac を使ってますので、今回はちょっとね iMovie の方で、ね、iMovie 最初から入ってますから、ね、お金をかけずにやろうっていうのが今回のテーマですので、有料ソフトは使わないというところでいきたいと思います。はい、 iMovie ですね。こちら開いて、じゃあメディアを読み込んでいきましょう。はい、で先ほど書いた集中線ですね、この白いやつ、これを2つこれを読み込んでいきましょう。はい、じゃあタイムラインにこれを載せる前に、ちょっと待った、背景、これちょっとグリーンバックを使いましょうかね。グリーンバックを使います。はい、でここに載せていく感じでいきましょう。で 0.1 秒に縮めてもらって、はい、でこれとこれをコマンドし、でここでコマンドブイ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 、まあこんなもんでいいでしょうか。はい、じゃあちょっと見てみましょうか。はい、パパ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 パ、はい、緑バックで白い線がパッパッパッと出てきましたね。はい、でこれで書き出しやりましょう。はい、1とかにしておきましょうね。ちょっと先にファイルありますけど、書き換えちゃいましょう。はい、書き出しができました。じゃあちょっと見てみましょうか。はい、パッ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 、はい、こんな感じですね。じゃあこれを実際絵に当てはめてみることにしましょう。これを乗っけると、はい、乗っけただけじゃ下が見えないので、これをグリーン、ブルースクリーン、パッ、はい、そうすると下の絵が見えて、上のがね重なってくるというところです。で、これかな。でこの音をここに乗っけてきて、ちょっと長いんでちょっと縮めましょうか。こんな感じでいきましょう。はい、じゃあいきますよ。せーの、はい、なんかこんな感じです。ちょっと、ちょっと微妙な感じかもしれませんけど、まあ言うたらこんな感じですよ。はい、こんな感じになるというところです。でこの線をね黒にしたり、色は変えていいわけなので、どうしましょうかね。で、はい、はい、ここに黒いの作りましたんで、じゃあ黒いのを、黒いのだとちょっと見にくくなるかな。
じゃあ、分割して、これをフィットにしといて、これをクロップしましょうか。クロップでここだけにしたいようにして、頭から再生すると、はい、こんな感じですね。パッと寄って、バーッと。どうでしょうか、分かっていただけましたでしょうか、ね、なるべくお金をかけずに集中線を作るというやり方で、紹介をしていきましたが、ちょっと私の、ね、説明の仕方も下手くそだったかもしれませんが、この作り方でやると、ね、有料ソフトじゃなくても無料のソフトでもできるというところです。で、比較的簡単だったんじゃないかなと思います。で、線の色をいろんな風に変えてもいいし、で、集中線の書き方によっては本数を減らして線を太くして中心までこう走る線にしたのをサムネイルのバックに持ってくるなんていうのも面白いですよね。そういうのもいいです、はい、いかがだったでしょうか。ぜひね、この集中線、商品紹介とかね、なんかそういう風な、まあ、コメディ要素があるような動画を作る上ではこういう風なのがあったらね、より引き立つかなという風に思いますので、ぜひ皆さん試してみて、ください。で、いろいろね、もっと他にもいい方法とかやりやすい方法とか あるかもしれませんので、で、私もね、まだそんなに詳しくないので、なんかあれば教えていただければありがたいです。それでは今回ですね、まあ、2回で終われたかな、2回にわたってやってきましたが、集中線を無料のソフト、お金をかけずに作るという動画でございました。はい、最後までご視聴ありがとうございました。それではまたお会いしましょう。さようなら。